来年の2月に今発売予定しています新作がありまして、全くその、今展開しているモデルの後継機種ではなく全く新しいカテゴリーを立ち上げる予定でございます。これを、全世界でオピニオンリーダーの方に最終チェックをしていただいてどっちがいいかというところをパワーコントロール全体という評価で点数を後でもらいたいんです。今日ご用意しているキットがあのデザインが、まあ見ていただいてもわからないようになってましてあのダズルっていう多分目視ではなかなか厚いのか薄いのかここの形状かというのはわからないようにはなってはいます。でこの2本が、そのメイン機種の1モデルでございまして、我々が最大力を入れていくんですが最終最後のところでこの2本のサンプルどちらにするかというところを決めていきたいんですね。アメリカとヨーロッパでも今同じテストをしてまして全世界おそらく、50名ぐらいの方のご意見を頂戴して最終どちらで生産するかというところをやるという初めてのちょっと試みになってまして見分け方としてはですねちょっとこれアメリカが洒落たことというかですねここに私の名前とですねしげると井上っていうのがありましてあえてこの2つでこう送ってきたもんですからすいませんあのしげるか井上かどっちかということで後ほど言っていただければと思います。
段階評価でパワーでいくと一番バーサス井上で何対何これでいいんですけど、どこを基準にして5ですかね。2本でいいです。2本でいいですか、はい、2本の間だけでいいです。でしたね、そしたらね、5で4、はい、でコントロールでいくと、コントロールっていうのは飛ぶ飛ばないプラス回転量で抑えられるかどうかっていうレベルでコントロールでいいですか。これがコントロールってやっぱり難しくて、人それぞれの感覚でコントロールって言葉が出てしまうので、そこはウッキーさんのコントロールという概念です。でいいですか、はい、はい、そしたら、4で、はい、どこ、はい、どっちを選びますか。それを5段階に聞きました。まあ、たくさんいろんなラケット打たれてる、打っててバッて思ったラケットってあります、あれに近いかなとか、あれの効果かなとか、何か一本あれば。すごいなっていうのが、はい、まさしく大正解でございまして、大正解というか、その言葉が出るとは思わなかった。本当に貴重な意見いただけて、私が商品開発の部分で得たものと全く本当合っていたので、自信持ってちょっといけるかなというところに至ったのが、本当に今日お越しいただいて、私的にはありがたかったかなと思っている次第です。